今回は豆苗を美味しくたくさん食べられるコリアンダーとオリーブオイルを使った無限豆苗を作っていきます。それでは材料をご紹介します。豆苗1パック、ツナ缶1缶、オリーブオイル小さじ2、コリアンダー小さじ1、ニンニクチューブ3センチ、塩小さじ4分の1を使います。ツナ缶を開けて汁気を切ってきます。次に豆苗をカットします。根元の部分を切り落として2等分にカットします。一旦洗ってきます。豆苗を洗ったらアイラップに水気を切った豆苗を入れていきます。すべて入れたら次にツナ缶を入れていきます。ツナ缶を入れたらアイラップの中でシャカシャカさせながら軽く和えていきます。軽く和えたらレンジで2分間チンします。お皿を準備して2分間チンした豆苗とツナを開けていきます。そこにニンニクチューブ3センチ。ニンニク好きなら筋肉なんかよ。お塩小さじ4分の1。オリーブオイル小さじ2。コリアンダー小さじ1を入れて全体を絡めていきます。コリアンダーといえばカレーに使うイメージが強いと思いますが、爽やかで優しい香りが豆苗ともよく合います。全体を絡めたら完成です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも皆様のお役に立ったら、ぜひいいねボタンかチャンネル登録をよろしくお願いします。